おはよう諸君。ホスラー大総統である。では今日も定例会議を始めようじゃないか。諸君らの奮闘により着実にネガティブエネルギーは溜まりつつある。喜びたまえ、究極怪人アルティメットファントムの誕生は目の前である。説明しよう。大総統ボスラー率いる秘密結社月光は、人間から発せられる負の感情をエネルギー源に新たな怪人を生み出し、世界征服を目論んでいるのである。残りのネガティブエネルギー回収に向けて次に襲撃する場所を挙げてもらおうか。はい、では魔獣王女。場所なんだどうだっていい、早く戦わせろ。いや、場所を決める会議である。相変わらず下品な方ですね。ああ。はい、鋼鉄王女。熟考したいのでもう少し時間をください。いちいちボタンを押さんでよい。じゃ、灼熱王女、何か言え。たぶん、ちゃんとした意見のあるものは。おお、頼むぞ死神王女。夜景スポット、抽象的すぎる。では次のもの。水族館、屋内は戦いにくい。遊園地、お前デートスポットみたいなとこばかり言うのな。シュン、お待ちください、ボスラー様。うん、確かに遊園地は平和を消した人間どもが溢れています。それを根こそぎ狩ろうというのね。えげつないことを考えやがるぜ死神王女。うん、よかろう。では次に狙うのは遊園地とする。